日本の皆さんどうもこんにちは。名古屋弁でジャズスタンダードの時間でやってこめやということで、今日も早速やってこまいということで、今日はそうです、ジャズスタンダード The Day of Wine and Roses 酒バラですね、やっていきましょう。はい、もうお分かりですね。今日はウォーキングベースやっていきましょう。こちらデュオの時とかはすごい役に立つ代物となっております。こちら今ならもう一つお付けしてと、そういうジャパネット高田ではないんですけど、やっていきましょう。ということで、今まで酒バラ、メロディー、コンピング、アドリブの基礎、アドリブやっていきました。まだ見てないよという方はぜひぜひ見ていただければ、よりより今日の動画理解できると思いますので。で、その中で説明したコードパターン2つあるよっていうのありましたよね。オリジナルパターンとちょっと改造したパターンで、今日はちょっと改造したパターンやっていきましょう。こちらの方が僕が好きなんでね。で、前半のブリッジのここのとこが違うよっていうだけで。はい、ということでコード進行をおさらいできましたので、一緒に、ウォーキングベースやっていきましょう。で、ウォーキングベースギターでやると、せっかくコード弾けるのでね、ベースだけじゃなくてコードも一緒にコンピングしていきましょうということで、で、コンピングのパターンそんな複雑ではありません。2パターンだけです。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。これだけです。で、この2つのコンピングパターンにベースを足していくよってだけなんですね。で、ベースのパターンもほぼほぼ2種類です。コードトーンで攻めるか、スケールで攻めるかと、それぐらいですね。なので、1625でやってみると。のこの2パターンです。で、ウォーキングベースで大事なのは、そのコードとその次のコードどこに向かうかっていうのを瞬時に判断するっていうところですね。で、とりあえず F メジャーといきます。1、3、5いってから半音上から攻めてあげます。どっちでもいいです。下からでもいいです。ここのたどり着くようにアプローチすると、で、ここはといきます。次のコードは Am7 フラット5だね。A マイナーとりあえず継げばいいよね。で、コードトーンで攻めてあげる。この場合はね。で、A マイナーたどり着きました。次は、ここの3、6のとこね。A マイナー7クラス5と D7 ね。ね、1、3、フラット5度ね。フラット5度だから。で、半音下から D に攻める。で、コードトーン行って、今度下がってここの G マイナーの半音上から。次 G マイナーだからね。で、ここ、2小節ずつだからどうしよう。でも、どっちでもいい。今、コードトーンで攻めてったね。で、僕がよくやるのが、1度いって2度。3度、マイナス3度、2度いって1度戻る。その時にコードやって、D ミニッシュでまた、G マイナーに戻ってあげて、で、A マイナー。どれでもいいです。で、この B フラットマイナーにたどり着くという感じになります。D ミニッシュでも何でもいいです。
ね。なので、どちらでもいいです。で、今度 B フラットマイナー。で、ここ2、5化してあげると。1,2,3,4 とスケールでアプローチすると。E フラットマイナーね。で、コードトーンで下がってあげる。で、Am7。このブリッジのところね。で、Am7 フラット5の時、ここ弾いてもいいけど、弾かなくてもいい。その時はここは弾いちゃダメよと。で、ベースでフラット5を表現してあげるので。と、Dm もそつなくこなしてあげる。で、Gm と。で、今度は Em7 フラット5、A7 のところに行くの。という感じで。で、急に、はい、半音したからアプローチする。こう飛ぶよ。それか、でもいい。ここに、ベース、E フラットあるからね、Em。で、今度、Em。で、G7。で、2-5ね、Gm7。で、スケールで上がって、ね、かっこいいね。で、戻るという感じです。で、前半と同じだからね。といきます。で、ここ Gm の時に、さっきは、といきましたが、この時は、5度まで上がっていきました、スケールで。で、この時にここ、Gm の音5度、これやってあげるといいかもしれない。で、やらなくてもどちらでもいい。でもいいし。で、あとここ同じだね。で、Am7 フラット5ラストブリッジと D にアプローチしてあげる。で、今度半音したから Bm7 フラット5の半音したからここにアプローチしてあげる。ね、感じで。で、最後3625は2拍ずつなので、その時は次のコードの半音上か下かどちらでも大丈夫です。という感じでアプローチしてあげる。ね。で、ここも半音上だね。Gm の。で、半音上、どちらでもいい。ね。で、半音上、F メジャーのね。という感じになります。はい、という感じで一通り終わりましたので、今の点を踏まえてもう一度見ていただければと思います。はい、という感じでできますね。で、これ慣れていただいたら次もっと大事なステップがあります。先ほどのウォーキングベースとコンピングのところなんですけども、最初、一拍目にコードを弾くときは、このときはみんなにコード、こういう響きの中で動きますよっていうのを提示してあげるね。で、裏拍に今度入れるときね、こういうときね、このときはコード、の響きを提示してるんですけども、それよりもこのリズム、スイング感っていうのを出す。なので、ここで長くやるんじゃなくて、と短くやってあげると。ね、コード弾いて。という感じで、この時はコードの響きよりもリズム感、スイング感をもっと出すというところに注目して、なるべくピッと切ってあげるという感じです。なので、この2点を踏まえて練習していただければと思います。で、ウォーキングベースをやるときに注意していただきたいのは、音符を置きに行くんじゃなくて、プッシュしてあげる。押してあげる。こう進むようにやってあげる。すごい抽象的なんですけども、ボン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 じゃなくて、ドゥン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 って押してあげる。なので、極端な例だと、置きにこうやって行くんじゃなくて、感じ押し出すようにしてあげる。なので今お気づきの通り、なるべくこうつなげた方がいいよね、次の音までね。で、ポンポンポンと置くんじゃない、ドゥンバ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 っていう感じでやってあげるという感じになります。で、ここのところはすごい抽象的で難しいんですけども、転がるように押し出すようにしてあげるという感じですね。以前ウェス・モンゴメリと一緒にやっていたロン・マクルーアさんという偉大なもうレジェンダリーのベーシストとちょっとやったことがあるんですけども、その人は君をスイングスよくわかってるよってすごい言われて、ああそれは嬉しかったですよ。で、なのでちゃんと伝えたいんですけども、いかんせん僕口出しちゃじゃないので、本当にすいません、頑張りますので、はい。
という感じで今日はここで終わりたいと思います。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。で、今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書いていただけると励みになりますので、で、特になんとも思わなかったよっていう方がいましたら、査定図とだけでもコメント欄に書いていただければこれ幸いでございます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。Thank you.